ちは伊藤です。先日知れたシマルの中で、エイジンでまた新たに発売はしてたんですか。うちが、知れたものがシリーズがありました。ちょっとご紹介させていただきます。ナチュラルシリーズと言いましてですね、ご覧いただいて分かるように あまり削ってありません。普通はボコボコと叩いて、表面を、かなりバッと削るんですけど、その削る量をあまり削ってない、減らしてあります。まあ他のシマルメーカーさんにもあるシリーズといえばシリーズなんですけど、ちょっと音色がだいぶ違ってくるので、これは面白そうだなと思って、動画撮ってみました。これは、22でミディアムなんですけど、まあもうすでに買い手がついておりまして、いつもお世話になってます F 様がお買い上げいただいたんですが、ちょっと撮影用にお借りしました。叩いてみます。種類が、厚さの種類が変えれるので、ミディアムシーン、もしくはシーンで作ることもできます。まあ、シーンぐらいでどうですかね。重さ2022で2200ぐらい、2300、2500弱で作ってみて、ジャズにピンポイントで狙ってみてもいいかと思いますし、ミディアムシーンぐらいで、まあ、オールマイティに使ってもいいかな。このミディアムでも、まあ、これを全然ロックでもいいと思いますし、もちろんジャズ等にもいけると思います。はい、ジャズドラマーでジャズだけっていう風にはちょっと厚めで、音量も大きいかなとは思うんですけど、まあ、その辺はいろいろ対応させていただきますので、とりあえず22は、売れてしまったので、あと20インチがありますけど、21インチもあります。今回は入れてないですけどね。またいろいろオーダーとかも、たまりますので、よろしくお願いします。ちょっと楽しみですね。エイジン面白いですよ。それでは